また野外ラーメン来ました。今日はね、まあ見ての通りどんぐもりですわ。絶好の野外ラーメン日和となりました。こんなどんぐもり、しかも冷たい風が吹いててさぞかし美味しいラーメンがいただけると思います。じゃあ早速作っていきたいと思います。今日はね、もうすでにテーブルの上に準備は少し整えておきましたんで、では早速とりあえずね、お湯を沸かさないと。別物、水を 500ml 入れます。で、火をつけて、めっちゃ強いからね。よし、今上が煮立つな。少々お待ちを。お湯が沸いてきたので、じゃあ早速麺を入れていきたいと思います。で、今日はこんな棒ラーメン。どこなんやろ、マルタイ、マルタイって書いてあるんだ。屋台豚骨は棒ラーメン作っていきたいと思います。これ一袋2人前なんですけど、昨日ね1人前食べちゃいました。もう1人前今日食べます。こんなもんかな。ね、風が吹いてるんでね、火が横な気にと流されちゃってる。これスープ入れます。お、スープが風でやばい。
で、今日はドッキングで、半熟煮卵2個入り、これ入れます。この、いや、煮汁ごと全部いっちゃえ。で、あとは、極太メンマ入れます。汁も全部入れかね。こんなになっちゃった。あらら。どうなの？これ豚骨味のはずなんだけど、醤油豚骨になっちゃったみたい。まあいいか。あ、でも匂いはいい。火を止めます。で、今日はね、あ、そうだ、その前に、これ大体の調味料ね、入れないとね。高菜、やっぱ豚骨にはね、高菜だという話を聞きましたけど、職場でいつもラーメンを食べているメンバーで、まあよく話してるけど、高菜がうまいよということで、あまりにも高菜って言われたんでね、今日買ってきました。じゃあ高菜をちょっと、これをね、入れていきます。どのくらい入れるかな？こんなもんかな？まだたっぷり入れてもいいって言うんで、まあこんなもんにしておこう。まあ出来上がりこんな感じです。トッピングのメンマとか卵、みんな隠れてますけど。まだ大事なもんだ。やっぱ海苔ね。海苔を入れないとね。この海苔ね、会社の香典返しにもらった海苔です。ちょうどグッドタイミングでもらいました。並べていきます。海苔で壁を作る。風でダメだこれ。あららら、なんだよ。台無しじゃん。ああ、グダグダです。やべ、グダグダになっちゃった。海苔で壁を作ろうと思ったんです。
よし、出来上がり。さあ、今日のラーメン、豚骨ラーメン、出来はどうなのかな。早速ちょっとね、いただいてきますよ。どれどれ、いいね、これ。はい、極太メンマ。うん。スープ。ああ、いいね。豚骨ラーメンだけど、醤油豚骨になっちゃったね。うん、この香典返しでもらった海苔もいい味出してますね。うん、大変ありがたいものをいただきました。うん、これはうまいわ。ちょっとね、トッピングがスープにかぶっちゃって見栄えもいまいちだけど、味は抜群ですな。高菜もバッチリだな、やっぱ。職場でいつもね、よくラーメンに食べに行くメンバーがいるんですけどね。まあ、その中の一人、てか二人がね、とてつもない大食いなんで、びっくりすることの大食いなんですけどね。まあ、その中の一人が、高菜がとかね、あんまりしつこく言うんで、自分もね、スーパーに行って今日、高菜をね、買ってきましたね。そんなに言うんだってんで。まあね、通称、みんな大工さんって呼んでるんだけど、その大工さんがね、高菜がって言うんで、早速今日自分も試したけど、これはうまいわ。豚骨ラーメンに合うね。うん。これは、いいね。はい。半熟卵。この半熟、卵、今日半熟卵って初めてだけど、こっちの方がうまいな。うん。今度からこれオンリーでいこう。今後の煮卵は、これで、これオンリーで。言いましょう。これはうまいよ、もう卵。いや、まだ高菜ね、こんなにいっぱいあるんですね。こんだけ入ってて、値段88円ですからね、安いよね。今後これがちょっと、野外ラーメンで活躍していくと思うんですけどね。今後のお楽しみということで。これは大工さん、高菜って騒ぐはずだわ。これうまいよ。うん、あと1個卵ありますんでね。とろっとろです。まあメンマもあれだね、やっぱりこれだね、この極太メンマ、こんなぶっといの、これ
俺がやっぱラーメンがいいね。先ほども言いましたが、今日はまあどんぐり盛りですわな。前回はね、ピーカンだったんだけど、今日はどんぐり盛りで、風もちょ少々冷たい風が出てるけど、まあ、こういう中でのラーメンのね、うまいよね。もうあっという間にもうなくなってきましたね。最後のメンマいただきます。うん、高菜最高。大工さん正解、これ高菜正解だよ。これでもあれだね、ラーメンじゃなくてもご飯にもいいね。ご飯にちょっと乗っけて食べるのはこれ多分うまいね。うん、お茶漬けなんかもいいかもね。高菜茶漬けね、高菜茶漬けいいかもしれないね。まあ野外ではやんないけどね、ラーメンオンリー。あとコーヒーだね、野外でコーヒー。うん、まあ、いずれね、ちょっと肉もね、肉絡みの動画も撮ってみたいんだな。まあやっぱみんな YouTuber さんやってるステーキだよね。ステーキやってみたいね。まあでもステーキ高いからな。スーパーの安いステーキでもいいんだけど、やっぱり動画映えするわ。それなりの霜降りだよね。うん、ちょっと頑張って働くか。ちょっとね、これからステーキね、いつかやってみたいんだね。うん、はい、ごちそうさまでした。完食です。スープも全部いただきました。塩分たっぷり取りましたね。ボケ雑まっしぐらです。はい、まあそんなところで今日は豚骨の棒ラーメンを作ってみました。うん、プラストッピングは高菜ね。職場の人が高菜って買うが高菜、これ大正解です。今後も高菜がねちらほら登場すると思いますんで、ちょっとねうまく使っていきたいと思います。以上でした。ごちそうさまでした。